こんばんは、ギョテンナです。イエーイ。こんばんは。今日は皆さんチーム4の公演やってますね。もうちょっとで始まるのかな、18時とかかな、違うっけ、5分後とかに始まるのかな、まあ、私出ないんですけど、20、私は6なので、もうちょっとあと2日、あ、18時半なんだ。あ、18時半なの、遅いね。え、26日って何日だろうね。あ、何日じゃなくて間違えた何日じゃなくて何時だろう。26日、何時かな。何で調べて出てくるんだろうね。18時半か。おー、そうだよね。リハやってるからさ、なんかさ、初日メンバーがいないんだったらさ、リハ多分ちょびっとでいいけど、初日メンバーがいるのでリハを多分全曲ねやるんですよ。だから多分昼ぐらいに来て全部やって、で着リハすんのかな、わかんないけど、初日メンバーはね着リハとかもしてるけど、もう自分らやるかわかんない。特に配給相手もなさそうだけど、やってってやつだからかな、ちょっとわかんないですけどね。あ、嬉しいわ。あ、それぐらいの方がありがたいわ。早すぎるとほんと困っちゃう。早すぎると困っちゃうでしょ。そうだそうだ、今日さ、確かさ、今夜は帰らない、あ、違うか、あ、今日じゃないわ、明日だった、24日だ。明日今夜は帰らないだね。 CBC ラジオ、あ、今日じゃん、今日だったわ、今日です。 CBC ラジオ今夜は帰らない。まあ軍師私やってるんで、よかったら聞いてください。軍師を務めておりますので、よかったら、
アッパレは20いった24だったかな、忘れちゃった、さっき。懐かしい歌当たってるの、え、そうそうそうでもなくね、そうそういらないです。まあ、なぜサムネイル公演の曲なもんでね。ボッチャン劇場のチケット発送連絡来てたなんて、おお、マジでボッチャン劇場のやつさ、うちさ急遽参加だからさ、でも絶対来た方がいいと思うんだよね。だってマジでコンサートだもん。イベントって30分とかじゃん。え、マジでコンサートだから、曲数コンサートだから、コンサートってなってると思うんだけど。行天ちゃん、知名度で背が一番高い。え、全然、うち真ん中ぐらいだけど、エイトでは。全然高くないです。全然高くないよ、真ん中ぐらいですね。エイトで一番高いの小田じゃない、多分小田が一番高いかな。小田の次誰なんだろうね、わかんない。その次誰が高いんだろうね。小田ゆいゆい、うちより小田ゆいゆい、下を七瀬、あと誰が高いかな。うちより高いのはそのぐらいかな。あとうちより誰が高いだろう。でもうちより高いのはそれぐらいかな。うちと同じぐらいが結構多いかも。うん、うちとね、あんまり変わらない子が結構多いかもしれない。160ぐらいの子、160、自分2ですけど、160、多分1とか2とかぐらいの子が結構、みんな成長期で身長伸びてるから、うん、それぐらいの子が多いかもしれない。
自分162しかないので、あんまり高くないですね私。ああ足が長い、ありがとう、嬉しい。あんま言われないけど、いや多分エイトの平均158とかぐらいと思う。ほんと女の子の平均ぐらいやと思う、エイトの平均。でもうち身長測ったん何年前、3年前とかやから、もしかしたら伸びとるかもしれんけど、でももう成長期は高校生の時に終わってるんで、伸びても 162.1 とかじゃないかな。そう、残念ながらね、よくほんとでっかいでかいって言われるんですけど、ぶっちゃけでかくないですね。私より全然でかい子は多いです。162センチしかないので、身長は。ほんとはもうちょっとね欲しかったんですよね、165センチぐらい、すごい欲しくて行くかなと思ったんですけども、高校で止まっちゃって、身長伸びないですね、残念。女子は身長高いの嫌がると聞く、なぜですか？え、どこ情報それ。どこ情報。知らん。ちっちゃくて可愛い子が好きだからじゃないですか、男の人が。知らないですけど。知らないですけど、なんかほら、女の子ってちっちゃくて可愛い、まるで小動物みたいだっていうのが人気じゃないですか。なんていうの、その女の子の身長が高かったら、男の人って割と自分の方が身長が高いのがいいっていう人が多いいらしいじゃん。知らんけどね、ぶっちゃけ自分より高いくてもいいって言ってくれる人もおるんだけど、でもなんかぶっちゃけどつけてたらやっぱ自分の方が高い方がいいみたいなのがやっぱり多いからじゃない。でも私はなんかそんなの関係なく、自分がスタイルいい方がいいので、私は165センチぐらい欲しかったんですけど。私は別にちっちゃいのがあんまり、ちっちゃくて可愛いのも羨ましいなって思うけど、だったら自分は中途半端すぎるので、ちっちゃくもないしでかくもないんで、だったら165センチぐらいある程度の身長があった方がいいなって自分はすごく思うんですけどね。でも確かにまあ可愛い可愛いって言われるのはやっぱりちっちゃくて可愛らしい女の子の方が、職業的な問題かもしれないですけど、確かに可愛いって言われる比率は断然に高いです。やっぱね、身長高くて綺麗めだと、どっちかというとスタイルいいねとか、マジで綺麗、超美人とかは多いかな。ちっちゃくて可愛らしい子の方がやっぱアイドルやってると、可愛いね可愛いねって言われて、なんか何歳なの、めっちゃ可愛いねみたいなってはよく言われるかな。私はもうちょっとね欲しかったけどね、もうちょっと欲しかったな、あと3センチぐらい、165あったらちょうどよかったのな。あー伸びなかった、身長ショック。じゃあもうちょっと大きくなりたかったのにな。ヒール履くから、まあヒール履くけど、でもスニーカーもやっぱ履くんで、
やっぱりスニーカー履いてもある程度身長が欲しいですね。そう。靴とか10センチのヒールとか持ってるんで、まあ、それ履くと172センチって結構でかくなるんですけど、なんかもう最近は履かんですけど、昔とか去年の冬とかはブーツとか10センチのヒールのブーツ履いてたら172センチになるから、それで電車乗るとね、結構みんなをこう目線がだいぶ自分の方が高くなってこうなっちゃう。走れたりするんですか？いや、走らないからね走らないから別に。最近やっぱ断然スニーカー、夏はスポサン、スニーカーが多いかな。あんまりね、もうヒール履くものは履かなくなったな。東京はマジで歩かんといかんのんで、いろんなとこしんどいんでね。結構厚底かスニーカーがすごく好きです。なんか可愛いんだけど、地道なシリアさんありがとうございます。何これ、タワーなの？なんかパンダ飛んできたんだけど、すごい初めて見た。何しようこれ。ありがとうございます。やばい、充電なくなった。 10% 切ったんだけど終了しようかな、そろそろ。すみません、 10% 切りやした。10% 切りました、充電。それぼちぼちぼち終了したいと思います。15分も経ったんで終了にしようかなと思います。ありがとう、なんかすごい可愛いタワーもらっちゃった舞台の演技良かったですだって。嬉しい、本当ありがとう。でも自分はあんまり自分の演技は好きじゃない下手くそだなって思う。じゃあランキング読もうかな。ちょっともう充電がないのでランキング読みたいと思います。よし、13位タカさん、12位ニューネームさん、11位キミナミさん、10位シンノさん、9位シンノさん、間違えた、9位ジェリーさん、8位マックスエイトさん、7位ハル太郎さん、6位ナッティーさん、5位オカヤンさん、4位キリアさん、デコ出しありがとう。3位前松さん、26はどのあたりで見たらいいのかな、どのあたりで見たらいいのかな、坊ちゃん劇場。もうチケットね、普通に私がね出るってなった時に販売されてるから、もう席ねほぼほぼないんだってさ席ほぼほぼないんだってさ、後ろの方しかないんだって、後ろの方。
あ、サムネイル公演の話か。なんだ、坊ちゃん劇場の話かと思った。26、25の。うん。サムネイル公演？席？どこだろう。ちょっとぶっちゃけあんまりわかんないな。ちょっとぶっちゃけね、どこがいいんでしょうね。どこがいいんだろうね。分からん。どこがいいんだろう。ちょっとね、分かんないです。あのね、私ね、まだね、一回もね、頭から最後まで曲でね、みんなとね、通してね、やったことないんですよ。そう、やったことがまだなくて、強いて言うならば、振り入れの時、3月の末に振り入れした時に踊ったぐらいなので、まだ一回もね、そのなんかみんなと一緒に何、あのレッスン場で頭からケツまで、何通してやったことないんですよ。26本番なんですけど、まだ一回もやったことなくて、なんでね、ちょっとぶっちゃけね、どこって言われてもあんまりわかんないや。分かんない。でも真ん中にいればいいんじゃない。真ん中、もう真ん中はね、最終手段だと思うよ。どこにいてももう真ん中だと分かるっしょみたいな感じだと思うよ。そして3位、なんかランキング変わってんだけど、人が喋ってる間に。ちょっともう一回読むわ。13位、幻さん。12位、しんどさん。11位、ジェリーさん。10位、つっちーさん。公演楽しみにしてるね、だって。ありがとう。9位、マックセイトさん。8位、ナッティーさん。7位、おかやんさん。6位、キリアさん。5位、はるたらさん。4位、あいまつさん。3位、つーちゃん。26当選しました。おいー、おめでとう。なんか26当選した人、おるね、すごい。すごい。すごい、当たったんだ、おめでとう。おめでとう。でも確かに私とミスター以外ね、初日じゃないからワンチャンあるかもみたいな話してたんだけど、ワンチャンあったね。おめえ。2位、メトロポリスさん。そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。地道な走り屋さん、なんか可愛いハートのパンダのタワーありがとうございます。なんか超可愛いタワーもらっちゃったんだけど、嬉しい。ありがとう。パンダ先輩みたい。もっとぬいぐるみ感強いけど可愛い。パンダ可愛い。というわけでですね、26日、あ、今日ね、 CBC ラジオ聞いてくださいね、みんな、よろしく。じゃあというわけで、もう充電がないので、そろそろ終了にしたいと思います。ちょっとね、もう声がなんか知らんけどガサガサなんでね、許していただいて。なんか公演終わったら急に声がガサガサになった。声がガサガサになっちゃった。まあね、頑張って26公演で楽しみたいと思います。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。